いつを始めても。おーし、発進だ！ Wait.
Wait.
魔物を退治しながら浜辺に向かう。到着したらそのまま警戒態勢。もし真が出現したらすぐに連絡だ。いいな。よし、全出発。はっ。おい、やあ。やあじゃなくってさ、何があったんだ。訓練だよ、訓練。ああ、いつ真が来るか分からないしな。ちゃんと訓練しておかないと、いざって時に村を守れないだろ。本当は心細いんだけどさ、後輩の前じゃ泣き言なんか言えないしな。ルッツもそうだったのかもな。きついことがあってもお前の前じゃ言えなくてさ、だから弱音を吐かないで精一杯やってたとかかもしれないな。じゃあ俺そろそろ行くよ。あいつら放っておけないし。頑張れよ。そっちもな。またちっぽけな村だな。おお、のどかでいい村じゃないか。うん、アロン。
はい。ことが終わったらユナをここに連れてきてくれ。あの子には静かに暮らしてほしいんだ。わかりました。お任せください。すまんな、余計な苦労をかけて。あら、何やってんだい。行くぞ。俺はもう腹減って腹減って仕方ねえんだからよ。悪い悪い。じゃあ行くとしようか。
浜辺だ。先は長い。行くぞ。先は長い。行くぞ。そこまでだ。常にこうありたいものだ。
勝だな。じゃあ常にこうありたいことだ。久しぶり。あ、お前やっぱ騎兵辞めちまったのか。うん、まあね。エルマにはバカにされたけど、ルチル隊長は分かってくれたよ。今はこの船でチョコボの飼育係をやってるんだ。いや、飼育係になってほんとよかったよ。いつもチョコボと一緒でさ、なんていうか天職だね。あんたの忠告を聞いたおかげさ、ほんとありがとう。ま、よかったんじゃないっすか。そうだ、この前チョコボの寝床の中でこんなもの見つけたんだ。僕が持ってても意味ないし、あんたにあげるよ。あ、そろそろ行かなきゃ。もうすぐ食事の時間だ。なんだよ、久しぶりなんだから飯ぐらいちょっと待てよ。僕じゃなくてチョコボの食事だよ。あいつらが腹を空かせたらかわいそうだろ。じゃあな。
サイドで召喚獣を手に入れたら、それからどうすんだ。今まで来た街道を逆戻りだ。ベベルから北に向かい、北の霊峰をガガゼ島を越える。その先がザナルカンドだ。ザナルカンドか、遺跡なんだろ、千年前の。言い伝えではそうだが、実際はわからん。本当にあんたの故郷があるかもしれん。気休めはよせよ。お前らについていけば家に帰れると思ってたが、そうもいかねえらしい。すまん。まあしゃあねえって。おめえらのせいじゃねえよ。ぐだぐだ悩む前にまず打倒死んだ。ザナルカンドに帰るのはそれからだな。まあ必ず帰りついてやら。死ぬなよジェクト。縁起悪いこと言うんじゃねえよ。それよりおめえこそ死ぬな。ユーナちゃんを悲しませるなよ。あの子なら大丈夫だ。死んだ妻に似て強い子だ。
そこまでだ。先は長い。行くぞ。先は長い。行くぞ。
じゃあな。常にこうありたいものだ。常にこうありたいものだ。
いつおっぱじめ。おーし、発進だ。
Thank you.
Yeah! Ha! Ha!
しゃ。
シュYeah!